アニプレックスエグゼより発売されたノベルゲーム、アトリがアニメ化が決定しました。これはガチで嬉しいですね。アトリのキャッチコピーは、沈みゆく世界で君を見つけた。どんな物語だというと、原因不明の海面上昇により、地上の多くが海に沈んだ近未来が舞台。幼少期の事故により、片足と母親を失った少年、イカルガ、夏希は、祖母が住んでいた海辺の田舎町へと移り住む。だが、祖母が亡くなり、身寄りを失った彼には、祖母が持っていた潜水艦と借金が残されることになる。祖母の遺産を探し、海底の倉庫で見つけたのは、人間と巫女のロボット、アトリであった。制作会社は、トロイカが担当決定されました。そして、アトリマイディア・モーメンツがコミカライズ化決定。本当に最高のお知らせでした。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、バイバイ。Yeah!